お待たせいたしました。カイア島ニュースの時間です。5月11日アップデート詳細のご案内。ファッションモールで楽しめる新たなミニゲームを追加しました。ファッションモデルになって友達とランウェイでファッション対決を楽しんでみましょう。ファッションモデルになることができるファッションショーミニゲームを追加。自身が選んだ衣装を着て友達とファッション対決を繰り広げられるファッションスターランウェイミニゲームを新たに追加しました。ファッションモールにあるファッションプリンスに話しかけるとファッションショーミニゲームに参加でき、合計8人まで一緒に遊ぶことができます。時間内にファッションモールに展示されているさまざまな衣装のうちテーマに合った衣装で着飾れば準備完了。またミニゲーム中にのみ確認できるファッションスターランウェイ VIP メンバーシップを購入するとさまざまな衣装がたくさんある特別な空間に入ることができます。メンバーシップの詳細はゲーム内で確認できます。準備が終わるとランウェイができるファッションショー会場に移動し、さまざまなポーズを取りながら自身の個性を披露することができます。ランウェイ中に他の参加者はユーザーをスターポイントで評価することができ、最も多くのスターポイントを獲得した参加者が優勝となります。評価ランキングに応じて一定の報酬を獲得できますので、友達と一緒にファッションスターランウェイを楽しんでみましょう。カイアファッションウィーク開催。ファッションウィーク特集記事を完成させて報酬を獲得しましょう。新しいファッションショーミニゲーム追加を記念して、ファッションモールの前に有名デザイナーのミランダと彼女のアシスタントアンドリア、さらに彼女たちを取材しに記者たちがやってきます。話しかけることで特集記事ミッションを受けることができ、特集記事を完成させると報酬としてファッションコインを獲得することができます。ファッションコインはファッションウィークショップでさまざまなファッション商品に交換できます。 NPC からの頼み事ミッションの他にもファッションスターランウェイをプレイしたり、ファッションモール内で釣りをしてファッショニスタボックスを獲得するなど、さまざまな方法でファッションコインを獲得することができます。運が良ければファッショニスタボックスからファッションスターの魂を手に入れることもできます。そのアイテムはカイア工房で特別なアイテムを制作できる材料として活用できます。またファッションウィーク期間にのみ制作できる新しいレシピを追加しました。新しいアイテムはカイア工房で制作できますので、ぜひ確認してみましょう。ファッションコインはファッションウィークショップでファッションスターランウェイをプレイしたり、ファッションウィーク特集記事を完了して集めたファッションコインをさまざまな商品に交換することができます。ファッショニスタ出席簿。出席簿では出席するだけでファッショニスタになれそうなマジェスティック帽子とバックパックがゲットできます。新規エモートをチェックしてみましょう。どのようなポーズをとってファッションショーで視線を釘付けにするか悩んでいるなら注目。新しく追加されたポーズエモートでランウェイをさらに輝かせましょう。購入可能なエモートやイベントでもらえるエモートがあるみたいですね。その他の変更。一部のガチャ商品のリストを更新。プレゼントするメッセージのプレゼントリストを更新。いかがでしたか？少しでも参考になれたなら嬉しいです。ではアップデートの日にまたお会いしましょう。